はい、こんにちは。そっか、塾の久保です。皆さんもすでにご存知だと思います。テレビを見ずに芸能人のことなど全くわからない私でも、TKO っていうのは聞いたことがあるんですよね。もちろんギャグのネタとかはわかりませんけども、お笑い芸人なんだろうなってことぐらいはわかります。さあ、その TKO なんですけども、これ確かね、TKO っていうのは二人でやってるグループだったと思いますけども、そのうちのお一人の木本さんっていう方が、投資トラブルに、 まあ、加わっていたということでね。おそらく、この方が首謀者としてやっていたんでしょうね。私の推察するところによりますと、こういった投資案件を持ってくる木本さんと仲のいい黒幕みたいな方がいらっしゃってね。で、その方との木本さんの信頼関係はとっても熱いものだったんでしょう。おそらく、様々な場面で、えー、芸能人である自分のことをね、持ち上げてくれたりとか、そして最初はいろんなね、メリットを この木本さんに提供してくれる、そんなね、素晴らしいパートナーだったと思うんですよ。そのパートナーは仮に A さんと名付けますけども、その A さんが徐々にね、投資案件みたいなのを紹介してきて、実際にそこでお金が生まれているものを、まず木本さんに体験させて、そしてその先に木本さんの仲のいい方にも、その話を自然に木本さんは進めるようになってですね。で、その方込みで儲かるような形をまずは引いたんでしょうね。で、そうこうしているうちに、 さまざまな投資案件がどんどんその A さんから流れ込んでくるようになって木本さんはすっかり信用してですね自分でもお金を預けるし他の人からもお金を集めるしって感じで、えー、当然、えー、新しい出資者を募るとその紹介料が入りますので木本さん自身はその紹介料でどん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 ん潤っていくって形だったと思います、えー、ここまでお話ししましたけどもこれ私の推察なんですよねいつものパターンですからこれは。 だから私が今お話したパターン以外だとすると新しい形なんでこれはね警戒が難しいかと思いますただやっぱりこういうふうなお金を集めてドローンっていうのはねあのずっと前から同じパターンなんですよで同じパターンなのになんでね また引っかかっちゃうかっていうと同じパターンで行われてるってことを知らないからなんですよねだから投資と言われているカテゴリーの中でどうやって失敗してるかってことの失敗例をたくさん勉強していく覚えていく警戒していくってことをやるとおかしな案件に引っかからずに済むし引っかかったとしても大したダメージを受けずに済むんですよつまりは余剰資金でやれば問題ないってことなんですよで仮にねこれね7億円を木本さんが なんかの形でで集めてて A さんんに渡してるわけなんですよねじゃあ7億円がドローンした時にあの7億円を出した多くの方を納得させられるようなちゃんと仕込みをしていたのかってこととねあとは自分自身がこの7億円をかぶるそんなことが覚悟はあったのかってことを踏まえれば別にこの投資案件っていうのはやっても仕方がないのかなと思いますけどもその辺の準備がねなかったまんまやっちゃったとしたら。 まあこういうふうに会社もクビになるしね絶望的な状況に追い込まれるってことになるのかなと思うんですよまあですんでこれ木本さんはもうね起こしちゃったんでしょうがないですけども私たちはここから何が学べるのかっていうとまた同じことを言いますけどもね余剰資金で投資ってやらないとダメですよ余剰資金ってこれが一つ目ですよ投資は余剰資金で余剰資金って何っ10秒後になくなってもいいっていうお金のことですよ10秒後になくなってもいいお金が100万なわけないですよね3000ぐらいでしょ5000ぐらいでしょ じゃあ3000円とか5000円を出資してドローンされました。大きな問題になりますかってことなんですよ。生活に大きな穴が開きますかってことなんですよ。でもこれがね、数十万とか数百万だったら、少なくとも、この木本さんとの関係って悪くなるでしょ。だからお金を預けた人にもね、大きな責任があると思いますんで、あの、信用してるんだけども、でもお金を払うかどうかは別って考えないといけないですよ。うん、私はそういうふうに思うんですけどもね、皆さんいかがでしょうかね。え、そしてこの木本さんなんですけども、 やっぱりね、多くの芸能人の方が、この木本さんがね、人を騙すわけないって言ってるでしょ。だから人を騙すわけないって思わせないと詐欺はできないんです。ね。だから大きく誤解してますよ、そこは多くの方が。まさかあの人がっていう人にみんなお金を払うわけでしょ。あいつはドローンしそうだからって人にはお金が集まんないから、そもそも詐欺被害者が生まれないわけですよ。だから、言ってみればね、誠実な人ほど詐欺に関わる可能性が高いんで、実はね、 ちょっとチャランポランという風に警戒されていた方がお金が集まりにくくって詐欺の被害者は止まりやすいという皮肉な状態があるわけですよねおそらくこの木本さんっていうのも誠実な方だったんでしょうねだからこそ A さんは目をつけてこの人に投資話を持ってきて乗せればみるみるお金が集まってくるだろうっていう風に白羽の矢を立てたんじゃないかなと思うんですよ そして A さん自身が何でお金を集めないかというと A さんは怪しい人間だから不特定多数の人からお金を集める力量がなかったんですよでも木本さん一人に対してはこの A さんっていうのはブリッジングができたんですよねだから A さんが集めようとしたお金の方法をそのまま木本さんが使うことによっていとも簡単に集まったんではないかなと思いますさあ一生かけて返金したいと話していると申されていますが うーんまあこの木本さんらしい誠実さをここに表していますよねで金を管理したまま音信不通の投資家に対しては収益にも法的手段を取るというってことですけどももう手遅れですよねだから音信不通になりそうな投資家さんっていうのがもうまさにねあのパートナーとして選んじゃいけない人だったんですようーん で FX や仮想通貨の投資話を持ちかけタレント仲間から推定7億円集め返済できない状況に陥った木本が責任を取って23日付で松竹芸能を退社したと退職金をもらうってことなのかなまあでまとめで言いますけどもいろんな投資話ありますけどもこう書いてるじゃないですか FX って FX で自分の裁量で稼げば別に人の投資話に乗らなくてもいいんでしょだから自分で投資が扱えるようになったらもう人の投資話におんぶに抱っこしなくていいんでそれが一番の安全な投資ですよなんで自分でね何もできなくって自分では投資ができないのに人の投資のセンスに乗っかるんですかってことですよその時点で投資のセンスなしですよね投資は自己責任でまあその原則がありますからねそれを知らない人っていないでしょ以上です